ゲームウォッチは、ニンテンドー発売の携帯型液晶ゲーム機。1980年に初めて発売された。CM など一般での故障は、ゲームウォッチ。ニンテンドー開発による初の携帯型ゲーム機である。ゲームソフトは、本体内のロムに書き込まれた、1ハード1ソフトであり、その後のゲーム機のように、カートリッジ交換で様々なソフトを実行することは、できない。 タイトルの多くは難易度が低めのゲーム A と高めのゲーム B のうちどちらで遊ぶかを選択できる。この選択方法はファミリーコンピュータの初期タイトルにも使用されている。ゲームをしない間は時計として使え、これが商品名ゲームウォッチの由来である。後にアラーム機能もつくようになった。第一作は1980年4月28日発売のボール。 タイトルにはスヌーピー、ミッキーマウス、ポパイなど、他社の人気キャラクターを採用したものもあった。手元で遊べる手軽さが受けて、社会現象にもなり、日本での売上総数は1287万個、日本国外では3053万個で、合計4340万個。当時の任天堂が抱えていた70億円近くもの、莫大な借金を完済し、 それでも40億円ほどの黒字が出るほどの大ヒットを記録、高収益を得る有料企業へと転身を果たしただけでなく、その黒字をファミリーコンピュータの開発に投資したことでも知られる。任天堂のテレビゲーム路線のきっかけを作ったゲームともいえ、任天堂の伊豆市武博や上村正幸らはたびたびゲームウォッチは 1983年にファミリーコンピュータが発売されたことを境に、ブームは移行し、1985年2月発売のブラックジャックを最後に日本での発売は終了したが、それとほぼ入れ違いで、日本国外向けに10年以上にわたり、開発が進められた。最後の作品は1991年10月発売、マリオ・ジャグラー。また、 ドンキーコングなどのアーケードゲームやファミリーコンピュータの移植版も開発された。1990年代に入ってから日本国外のみ発売を含むタイトルが逆輸入版として日本で発売されたことがあり、一部の量販店などで輸入トいのような扱いで売られた例もあった。発売初期のテレビ CM はいつでもゲームウォッチ、どこでもゲームウォッチという CM ソングに合わせて、 商品で遊ぶ場面やゲーム画面が映し出され、最後にマイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計ですのナレーションが入るというものだった。2020年11月13日にはスーパーマリオシリーズ35周年を記念したゲームウォッチスーパーマリオブラザーズが2021年3月末までの期間限定生産品として発売された。 主に単色、固定の液晶表示のみだった、従来のゲームウォッチと異なり、フルカラーのドット液晶表示に対応した、カラースクリーン、カラースクリーンと称し、ファミリーコンピュータ版、スーパーマリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズ2の完全移植版、および、ゲームウォッチ、ボールの操作キャラクターを、マリオやルイージに差し替えたバージョンの3作品を収録。マリオ時計モードでは、 特定の時間やボタン操作などの条件により35種類の秘密イベントが起こる。ゲームウォッチマルチスクリーン液晶画面自体は単色で液晶セグメントはキャラクター表示の位置や形状ごとに固定されている。最初期のシリーズ5作品までは完全なモノクロ画面である。続くゴールドシリーズでは液晶の前面に別のスクリーンが置かれカラーで 背景やオブジェを表現。以降、画面を約1.7倍に広げた、ワイドスクリーンに画面の折りたたみ式にした、マルチスクリーン、カラー液晶を採用したテーブルトップとパノラマスクリーン4色に色分けされたカラースクリーンで疑似カラー画面を表現したスーパーカラーなどへと発展していった。初期のゲームウォッチは、 プレイヤーキャラクターの移動も含め、本体左右に装備された丸ボタンで操作していた。マルチスクリーン、ドンキーコングはゲーム機史上初めて十字キーを装備した。これまで、ゲーム機のコントローラーといえば、丸、角形ボタンか、スティック状のレバーなどだったが、十字キーはコンパクトながら、親指だけで4方向にキーを押す感覚が伝わる、画期的な操作性で、その後のゲーム機の標準となっている。 横井軍平が新幹線の中で暇つぶしに電卓のボタンを押して遊んでいる人を見て暇つぶしのできる小さなゲーム機として発案。その後、横井がたまたま社長者の代理運転手を引き受けたとき、運転中に雑談ながら高層社長に話したところ、向かった会合先で液晶生産業の新工場を立ち上げたものの電卓の需要が頭打ちとなり、 新たな応用先を探していたシャープ社長の佐伯、木、アキラに伝わり、電卓サイズのゲーム機を作ることに意気投合して一気に具現化した。横井軍平がゲームのアイデアとゲームデザイン、岡田里氏が電子回路の設計とゲームプログラムを担当した。当初はサラリーマンなどが通勤途中に遊べるものという目的を念頭に座った時に手を組んだまま、 隠して操作できるワイシャツのポケットサイズでデザインが設計された。ゲーム内容も横いが誰もが説明書を読まなくても遊べるゲームを目指し親指でボタンを押すだけの極力シンプルな操作体系にしたゲーム付きの時計というコンセプトで開発した。しかし発売後は小中学生が主な購買層となったためその後はターゲットを変更しよりゲーム性が重視されることになった。 なお、時計機能については、元は入れる予定はなく、名前もマイクロゲームとする予定だった。三つのボタンに三種類のゲームを入れる予定だったが、一つが面白くなかったこともあり、時計ボタンに変わった。別の理由としては、時計機能を加えてもコストがあまり高くならず、時計を買うためということで大人にも買いやすくなると見込んだこともある。なお、同時期に、 上村正幸がほぼゲームボーイに近いスペックのゲームを構想していたがコスト面などの問題が解消できず開発の着手に至らなかった当時の任天堂には液晶やマイコン関連の技術が不足していたのでシャープと共同開発をした最初は液晶とマイコンの製造は技術的に難しいと断られたが横井の置いていった試作機をシャープの技術者が遊んだことがきっかけで 製品化が実現した。シャープとは、高専 GSP 時代からの付き合いであり、その後も親密な関係が続き、ファミリーコンピュータ、ゲームボーイ、スーパーファミコンなどでも技術面での提携関係にあり、ツインファミコンやファミコンテレビ C1 などのシャープ製ファミコンを発売したり、シャープ製パソコンで採用されていたクイックディスクや不ベーシックをディスクシステムや ファミリーベーシックに採用したりしていた。この関係が任天堂 d s のようなハードウェアの誕生につながっている。当時流行した同様の携帯ゲーム機として、カシオのゲーム電卓などがある。ゲームウォッチのヒットに倣い、タカトクトイズ、バンダイ、トミーなどから多数の LSI ゲーム、電子ゲームが発売され、マスダやコーポレーションからは、プレイタイムという名前や外観が、 ゲームウォッチに告示した商品が発売された。他社製品も含めてゲームウォッチと呼ばれる場合もある。また、ソビエト連邦ではエレクトローニカという海賊版が販売されていた。内容はエッグとその書き換えがほとんどである。なお、ソ連ではここも規制のためゲームウォッチは販売されていなかった。1998年より、 複数メーカー開発によるミニクラシックスシリーズが日本国外で販売されている。任天堂よりライセンスを受けたマルチスクリーンを含むゲームウォッチの移植版やオリジナルタイトルが遊べるキーチェーンサイズの携帯ゲーム機である。電源はボタン型電池2個。シルバー本体全面が銀色。最初期のシリーズ。定価5800円。シルバーのシリーズ名は発売当時はなく。 後から便宜的につけられたもの。ゴールド本体前面が金色。アラーム機能、スタンド、一定得点になると、それまでのミスがすべて帳消しになるルールが追加された。定価5800円。ワイドスクリーン画面サイズを従来の1.7倍に拡大。タートルブリッジ以降は一定得点まで、ノーミスの場合、次にミスをするまで得点が2倍になる。 チャンスタイムというルールが追加された。またモードボタンが、それまでの画面下部から、本体右上に変更された。低価6000円。マルチスクリーン2画面にした折りたたみ式。ミスチョーケし、チャンスタイムは300点に達してからとなる。日本国外発売を含め、最もタイトル数が多い。低価6000円。カラースクリーンテーブルトップスエ置キ型。 自然光を鏡に反射して照明としカラー液晶表示を実現した。定価7800円。パノラマスクリーンカラースクリーンテーブルトップを携帯サイズにした改良型。定価6000円。ニューワイドワイドスクリーンの後期発売シリーズ。定価4800円。スーパーカラー縦長サイズでカラーフィルムを貼り二次カラー表示。 タイトル数は2つのみと最も少ない。低価6000円。マイクロ VS システム横長サイズで、コントローラー2つが付いており、対戦ができる。低価6000円。クリスタルスクリーン、日本国外のみ発売。液晶の反射板がなく、画面が透明になっている。カラースクリーンスーパーマリオシリーズ35周年。記念の期間限定生産品。2.36インチのフル 経過4980円税。発売ビランは日本国外のみ販売タイトル。後に融資により電池蓋の 3D プリンター用データが公開された。2009年7月から8月にかけてゲームウォッチの9作品を移植したニンテンドー・任天堂ダッシー・ワイヤが発売された。ニンテンドー・ダッシー・ショップでの料金区分はダッシー・ワイヤー200。上画面に ゲームが表示され、下画面にはタイトル等が表示される。タッチ操作は説明書を除いて一切なし。2009年8月19日から配信の3作はニューワイド版が元になっている。オリジナル版の内容を忠実に再現し、オリジナル版にはなかったハイスコアのセーブ機能とゲーム開始時のスコアを設定できるスコアセレクトの機能が追加されている。また、効果音は 実機のゲームウォッチで実際に使われているものを録音して忠実に再現している。なお、時計機能は使えるがアラーム機能は搭載されていない。ありがとうございます。